今回ですね、私が使用した新しい押し味がですね、煮押し味が、この2000番、1500番、1000番ですね、まあ、この3種類をですね、使って、まあ、ジギングを行ったんですけども、まあこの力強いこう巻きなんですね、パワーなんですよ。でも巻きが軽いと。であとこの使用感なんですけども、その持った時にですね、非常にこのもう洗練されてるんですよね。もう新しくなるたびにこのちょっとしたこのほんのレバーだったり、このこういうノブだったりですね、いろんなところがもう持ちやすくなって、非常にですね洗練されてるんですよね。このギアのタイプがですね、 HG と PG ですね、巻ける量が違うんですけども、ね、大きいストロークで早めなテンポでジグを動かしたい場合は HG ですね。で、小刻みにキビキビ動かしたかったりですね、決まったレンジをこう狙い撃ちして使うっていう時に PG を してます。まあ、その魚の活性によっても違いますから、活性が良ければ HG で使ってですね、機敏に動かしてレンジをちゃんときちんと整えて釣るんだったら PG がいいかもしれませんね。あとドラッグ性能もですね、まあ、魚かかった時にですね、こう抜けないテンションでぐーっと負荷がかかってるような感じで良かったですね。またこの番手がですね、2000番、1500番、1000番、まあ使う P ラインの号数に合わせてですね、まあ、巻くメーター数もあるんですけども、300m 巻く、200m 巻くっていう場合でもですね、いろんな番手でそのポイントに応じた水深だったりターゲットによってですね、使い分けられるといいかなと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。